なんか。稲穂です。稲穂はバイカーです。かっこいいです。バイク借りました。カオラスバイク。どうでしょうか。かっこいいでしょう。これ。どうですか。あっち。熱いよこれ。ホッツだよこれ。稲穂バイカー。熱々です。かっこいいお兄さんのお店でバイク借りました。かっこいいでしょ。あっこれ熱いよ。熱いから気をつけないと。やけどものです。これ熱々です。これやけどしないですか。稲穂はバイク。これ稲穂さんでも足つくよ。短足でも。これからツーリングです。ツーリング。後ろに乗りますか。後ろに乗ってもいいです。このシートはふかふかだから、後ろも乗りやすい。ツーリングです。今日はツーリングに行きます。と稲穂さんは後ろでキャメラを持つことはちょっと、今日はこれだけ。かっこいい。何だろう、ガニ股ですか。出動です。こちらのバイキューで来ました。結構レトロかっこいいんです。これはホンダのリブルさんでしょうか。カオラークで借りました。かっこいい。イナホはバイカーなのでこういかっこいいの部品とか。あレトロかっこよし。後ろは万作首。ちょっと旦那様がいない隙に稲穂はこれは乗って、稲穂は乗ります。当てにかっこいいでしょ。ブルーン稲穂ちゃんに。旦那様は今チリチリアイスを追いかけております。稲穂ズバイク。あっち。カオラクのビッグバイカーズクラブ。カオラクバイカーズクラブ。ちゃんと日本語書いた。チリチリアイスのうっちゃんを待ち伏せ。アイスを買います。サムバッグ。サワディーカー。ヤンメイクカップ。ココナッココナッココナッ
いつものおじさんです。アイス。あ、ちょっとこれ。このおじさん、ココナッツアイスのおじさんは遭遇率が今んとこナンバーワンです。ナンバーワンの遭遇率。美味しいですよ。1個20番。爽やか。あ、なんかね、バニラとバニラに近い味がする。でも滑らか。ジペンお茶な。ジペン。あ、じゃあさ。うん。買ってみた。これココナッツアイスです。バニラに近く。美味しいでしょ。軽いよね。アイスがすごい軽いね。あのおじさんにね、結構遭遇するの。この間は一番最初はあれだっけ、カオラク。カオラクセンター。今日はバンサックなので、全部別の場所です。トッピングもできるっぽいです。チョコレートとか、あとなんか、ソース。トッピング。あ、この間見たのは、あの食パンに挟んでました。アイス。なんか他にもチョコレートとか、ストロベリーとかバニラとか、あるようですが。みなほさんは、ココナッツ推しです。分かりやすい。この間奥さんと販売してました。チンドン屋さんのアイス屋さんは日本にもいないでしょうか。こうやってこれ乗せてくれるのが最高です。これはチンドン屋さんのアイスは美味しいですよ。ココナッツアイスは素晴らしいです。バスらしい。これはいくらでも食べれる。うん、でもこれバイク乗りながら食べると溶けちゃうよ。今度は先まで入ってるから、溜まってしまいました。ココナッツアイス最高です。バンサックからお伝えいたしましたので、ではまた。